はい、皆さんこんにちは。今日はですね、ルミノシティマスクの作り方という説明をします。ルミノシティマスクっていうのは、風景写真をやられている方は結構よく耳にする言葉だと思うんですけれども、日本語だと輝度マスクって言われる、画面の中のね、明るさに応じてマスクを作ってあげるっていうような手法になって、例えば空のね、明るい部分だけをこう暗くしたいとか、逆にこの辺のね、影になってる暗い部分だけをちょっとこう明るくしたりとか、そんな感じで自分の好きなね、明るさの部分を選んで、そこに対してエフェクトとか効果をかけていこうということで、よく使われる手法なんですけれども、使い方も説明するとかなり長い動画になってしまうので、使い方に関してはまた違う動画を作ろうと思っているので、今日はまずね、フォトショップの中でのルミノシティマスクの基本的な作り方を説明します。ちょっと難しい話になるかもしれないんですけれども、とりあえずはやり方が分かれば大丈夫です。で、今回もですね、フォトショップアクションを、作って用意してあるので、なんとなく自分で一回やってみたよって方はフォトショップアクションでね、自動化してやっていただければいいかなと思います。ということで早速やっていきます。ではいつもと同じようにですね、背景レイヤーがロックされているので、こちらをダブルクリックしてロックを解除します。名前はレイヤー0になりますが、変えていただいても大丈夫です。で、今回なんですけれども、マスクの作成ということなので、チャンネルっていうね、このタブがあると思うんですけれども、ない場合はですね、ウィンドウの中に、チャンネルっていうね、ここがあるんですけど、ここをクリックするとチャンネルのタブがね、出てくるので、まずチャンネルタブを開いてください。で、この状態でですね、Mac の方は、コマンドを押しながら、Windows の方はコントロールですね、押しながら、こう RGB って書いてあるこの一番上のところをクリックしますね。ちなみにそのキーを押すと、この手のね、マークの下のところにこう点線の四角が出ます。これをクリックしてください。はい。で、この状態でこの下の四角の中に丸が入っているマスクを作るね、ボタンがあるんですけど、こちらをクリックしてください。今ね、できたものがね、ルミノシティマスクのね、一つ目になるんですけれども、こちらがですね、ルミノシティマスク呼び名があるんですけれども、こちらがですね、ブライツ1、ブライツ1っていう名前をね、つけられることが多いです。これは明るい方の、一番目のマスクみたいな感じの意味なんですけれども、これが2番目3番目4番目っていう形で6まで作って、で、暗い方も 1,2,3,4,5,6 個作って、あとは全体から明るい方と暗い方を除いた真ん中のゾーンのね、マスクも3種類作るんですけれど、だいたいその全部合わせて15種類のマスクがルミノシティマスクって言われることが多いので、今日はそれを作りたいと思うんですけれども、名前がね、変えられたらそのまま続いてブライツ2を作っていきます。で、ブライツ2を作る場合はちょっとここややこしくなるんですけれども、今これね、選択範囲が、ブライツ1の選択範囲が選択されてるんですけれども、この選択範囲を今同じこのブライツ1の選択範囲で乗算してあげると、ブライツ2っていうのができるんですけれども、ちょっとその辺話がややこしくなるので、とりあえず手順をね、説明をします。ということで、ブライツ1がね、今早速できたんですけれども、今ね、もうこの選択範囲がね、点線で表示されてますけれども、そのままでいきます。 Mac の方はコマンドオプションシフトですね。で、Windows の方はコントロールオルトシフトですね。それを押しながら、このブライツ1のね、この、サムネイルのアイコンをクリックします。この時に、キーが正しく押せていると、このね、指のマーク、手のマークの下に、先ほどは点線の四角だったんですけれども、その下にこう、あと、×というか、掛け算のマークなんですけど、掛け算のこのね、×が表示されてます。この状態でクリックしていただければ OK です。はい、こんな感じですね。ちょっとね、ここの点線の表記がちょっとだけ変わりましたね。で、この状態で先ほどと同じようにこのボタンを押します。はい。ここがね、ちょっとね、見た目が変わってきてるんですけど、このアルファチャンネル、また新しくできたものが、ブライツ2になります。で、ブライツ2という名前を付けました。この作業を繰り返して、
ブライツ6までを作ります。 Mac の方はコマンドオプションシフト、そして、Windows の方はコントロールオルトシフトを押しながらこのブライツ2のこのサムネイルをクリックします。はい、こんな感じで、また次はこのボタンですね、ここをクリックするとまた新しくチャンネルができるんですが、これがブライツ3ですねになります。はい、同じようにやるんでちょっと説明を省略しますけど、キーを押してこうですね、でこのマスクのマーク、はい、でこれがブライツ4になります。はい、次が同じような操作をして、これがですねブライツ5ですね、ブライツ5ですね。で最後も、コマンドオプションシフト、もしくはコントロールオルトシフトを押しながらこれを押して、マスクのボタンを押していただくと、これがブライツ6になります。はい、これで今ね、あの明るい側のブライツ1,2,3,4,5,6 というね、あの今マスクが完成しました。で次は暗い方のマスクを作っていきます。 Mac の方はコマンドを押しながら、Windows の方はコントロールを押しながら、先ほど作ったこのねブライツ1っていうところをね、ここですね、ここをクリックしてください。はい、で今ねこれはブライツ1っていう明るいところを選ぶというようなのが今選択されてるんですけれども、これを反転して明るいところを反転してあげることによって暗いところを選んでいる状態を作ります。そのためにはですね、上のねこの選択範囲っていうところですね、この中にある選択範囲を反転っていうのをクリックします。はい、こんな感じですね。はい、これで今ね、あの見た感じちょっと分かりにくいんですけれども、これで暗い部分が選ばれています。この状態でこのマスクのボタンをクリックします。はい、ここでね新しく出てきたこのアルファチャンネル1っていうのがね、ちょうどこのここのねアイコンの部分がこのブライツ1っていうところの反転っていう状態になります。これを名前を変更してダークス1っていう名前にします。はい、ここから先は先ほどと同じ要領ですね。こちらもまあ乗算してどんどん選択範囲を狭めていってあげるっていうような感覚なんですけれども、 Mac の方はコマンドオプションシフトを押しながら、そして Windows の方はコントロールオルトシフトを押しながらこの Darks のねここの選択範囲の部分をクリックします。はい、そしたらマスクのマークですね、でこれが Darks の2になります。はい、ということでダークス2ができたんで、これからね同様の順序なんでちょっと説明を省きますけれども、どんどんね同じような形で進めていきます。これがダークス3ですね、でまた同様にしてこちらがダークスの4ですね。はい、そしてもう一回これがダークスの5ですね、で最後ダークスの6も同じように作ります。はい、今ねダークスの6を作ろうと思って、先ほどのショートカットキーを押しながらこのキーを押したらフォトショップの警告が出ました。これね画像によってちょっと違うタイミングで出るとは思うんですが、このねこれですね、 50% 以上選択されているピクセルがありません、選択範囲の境界線を表示されませんっていう警告が出るんですけれども、この状態で問題ないので OK してそのまま進んでください。はい、ということで最後ですね、これがダークスの6になります。はい、これで今ねブライツの1から6とダークスの1から6までのマスクができました。最後に真ん中のねところのトーンっていうので、ミッドトーンズの略で3つですね、ミッズ1からミッズ3まで作っていきたいなと思っています。はい、今度はですね全体の選択範囲からこちらの明るい方の選択範囲と暗い方の選択範囲をそれぞれね明るい側暗い側を引いてあげて、残ったところが真ん中の選択範囲ですよっていうような考え方をするので、まず一旦ですねコマンド A もしくはWindows であればコントロール A を押して選択範囲をね 全選択の状態にします。でそこからですね
今度はねショートカットキーがちょっと変わるんですけれども、先ほど掛け算をやったんですけど、今回はね引き算になるのでショートカットキーが変わりまして、 Mac の場合はコマンドオプションを押しながらですね、で、Windows の場合はコントロールオルトを押しながらすると、このね手のマークの下の四角の中身がマイナスになります。で、ブライツ1をまず選んでください。はい、そしてもうその状態のまま、ショートカットキーも押したまま、引き算のままですね、この今度はねダークス1ダークス1をクリックしてください。はい、そうすると先ほどと同じエラーが出ますけれども、ここは問題ありません。こうするとですね、先ほどのエラーのように、境界線をここに表示されてはいないんですが、全体からブライツ1とダークス1を引いた残りが今選択されている状態になります。でこの状態でマスクをクリックすると今出てきたこれですね、ちょっとグレーがかってますけど、これが3つ1のマスクになります。同じように3つ2と3つ3っていうマスクを作ります。同様にコマンドを押しながら A、 コントロールを押しながら A で全選択、コマンドオプションもしくはコントロールオルト押しながらブライツ2ですね、これを引いてあげます。はい、そのままの状態でダークス2の方もね引いてあげます。はい、こうですね、この状態でこのマスクのボタンクリックするとこれが3つ2になります。同様にして全選択がコマンド A もしくはコントロール A ですね。でそこからブライツ3を引きます。そしてそこからダークス3を引きます。そうするとここでねまたマスクのボタンを押すと出てくるのがこれが3つの3もしくは3つの3というマスクになります。はい、この状態でルミノシティマスクは完成です。選択範囲をちょっと解除していただきたいので、こちらね選択範囲ってとこを押して選択を解除ですね。はい、この状態で、ルミノシティマスクできたわけなんですけれども、ちょっとね順番に見ていくと、ブライツ1、ブライツ2、ブライツ3、ブライツ4、ブライツ5、ブライツ6、ダークス1、ダークス2、ダークス3、ダークス4、ダークス5、ダークス6、3つ1、3つ2、3つ3という形で、全部でね、15個の、ルミノシティマスクができました。はい、ということでちょっとね今日はややこしいようなお話だったんですけれども、フォトショップでねどうやってルミノシティマスクを作るのかっていうようなねお話を説明しました。次回ではですね、この今作った作業をまたね次回以降繰り返さなくていいように僕の方でフォトショップアクションを作ったので、そちらのダウンロードしていただくリンクだとか、その使い方を説明したいなと思います。ということでね、ちょっと長くなっちゃったんですけれども、今回も動画を見ていただいてありがとうございます。次の動画もよろしくお願いします。ではでは。